ハブシュゲ岩瀬地区に存在する海の川の自然堤防。高さ約2.5メートルと比較的大規模である。自然堤防は川なり堆積地形、微地形の一種で河川の流路に沿って形成される微高地を言う。洪水を繰り返す河川の下流部で発達し、氾濫源に限らず、洗浄地や三角州などにも分布する。なお、自然堤防体は、 競技の氾濫源の別称である。洪水時に多くの採設物を押し流している河川の水が流路から腰し流し初めて氾濫水となると、それまでの流水の持つ力が急に小さくなり、採設物を運搬する力を失い、採設物のうち素流なものが流路の両岸に堆積することで形成される。これは流水が採設物を運搬する力が水深が小さいほど、 弱くなるためとされる。すなわち、稼働から、腰流した、氾濫水は、それまでの稼働を流れる水よりも、急激に水深が小さくなることにより、腰流し始めた地点に堆積が生じる。洪水が収まると、川の流れは、通常の流路に戻るが、両岸の堆積物は取り残され、これが繰り返されることによって流路沿いに、顕著な微光地が形成される。 流路の変遷が激しい河川では自然堤防の分布から過去の流路を推測することも可能である。自然堤防は氾濫源の備地形として有名であるが、その上流の扇状地や下流の三角州などにも分布している。構成物質は川なり堆積地形の小地形により異なり、上流側に発達する扇状地の自然堤防ほど歴史であり、 下流側に発達する三角州の自然堤防ほど、低質を示す。流路に近い箇所では、歴や砂が堆積し、堤防背後の低地には、シルトや泥が堆積する。河川や旧河道脇に、曲線上に発達する古くからの集落と、後廃湿地の新興住宅地自然堤防は、流路側及び背後に広がる、後廃湿地に対してわずかな高まりとなり、低質な中積低地の中では、 水はけが良い。そのために、中積低地において、古くからの集落はまず自然堤防上に立地し、また畑として利用される。岩木川下流の津軽平野や千曲川に沿った、長野盆地における、リンゴ栽培のように果樹園として利用されることも多い。荒廃低地などの周囲の低地との飛行は、多くの場合数メートルに満たないものであり、地形図の等高線から読み取ることは難しい。 土地利用の状況から、主に水田として利用されている、後輩低地との対比によって推定することも可能である。ただし、東京特部東部の荒川、中川低地や大阪市東部の河地平野のように、水田が埋め立てられて都市化の著しく進んだところでは、自然堤防と後輩湿地を識別することは難しい。 国土地理院などが観光している地形分類図には自然堤防などの微地形の分布が図示されており防災上の情報を提供している。中積定地の中では周囲よりも比較的標高が高いため小規模な河川氾濫や内水氾濫では浸水を免れる場合が多い。しかし自然堤防は常日の通り河川の氾濫によって生じた地形であることから 自然堤防の地盤高よりも少し高いところまで氾濫水が到達することが推測できる。したがって大規模な河川氾濫では床上、床下浸水のリスクがある。自然堤防が天著に識別できる氾濫源では、砂質の堆積物によって形成された自然堤防が多く分布する。地震の揺れやすさは、冷質な地盤の後輩定地よりは小さく、 産地や大地と比較すると大きいと推定されている。一方で、砂質の地盤であることから液状化のリスクが考えられる。ありがとうございます。